IMF 国際通貨基金は世界経済が少しずつ力強さを増しているとして、2012年の世界全体の成長率予想を1月よりわずかに上方修正して 3.5% としました。 IMF は春の総会を前に世界経済見通しの最新版を発表しました。この中で2012年の世界の経済成長率の予想を今年1月時点の 3.3% から 3.5% に上方修正しました。That is one of the risks facing the Japanese outlook right now. Nuclear energy, which used to account for about 30% of energy supply in Japan, has been cut dramatically. Only one nuclear plant out of. また日本に関しては2012年の成長率を 0.4 ポイント上方修正し 2.0% としましたが、2013年には原発事故の影響によるエネルギー供給の問題などで輸出が減少し、再び 1.7% 程度に落ち込むと予想しています。